昔々、三重県の北の方に北貝戸という村があった。村は今田植えの真っ最中で、猫の手も借りたいぐらいの忙しさなのじゃった。そんな時、忙しい忙しい、そこ行くのはしげぞうじゃねえか。しげぞう、何か一つ嘘をついてけや。そうじゃそうじゃ、何か一つついてけや。こんな忙しい時に嘘なんかついてると罰が当たるよ。なんじゃ、嘘の名人がだらしねー。でもみんながあんなに期待してるのに、何か一つ嘘をつかないとな。遅いなあ、ばあさんのやつ何しとるだ。よその家のもんはもうみんな昼飯食っとるど。わしゃ腹が減っても倒れそうじゃい。ばあさんのやつ、まさか昼飯持ってくるのを忘れてるんじゃあるめえな。ふう、腹減った、もう我慢でけん。わしゃちょっと家へ行ってみてくるわ。早く。よっしゃ、ばあさん腹減った、昼飯はどうしただ。昼飯変じゃな。さっきしげぞうのやつが来て、今日はみんな腹が減らんから昼飯は持ってこんでいいと言っとったぞ。クショウ、しげぞうのやつやりやがったな。来た来た、さっきはよくも嘘つきやがったな。みんな腹減らしとるのにどうしてくれるんじゃ。嘘つきとうないのに、お前がつけと言うたからついただけじゃ。それよりもお前んとこの牛小屋から火が出て牛が丸焼けになっとるがどうするんじゃ。ほら、バカこけ。じゃああれは燃えとる。わしの牛は。ばあさん、どうしたんじゃい、そんなに慌てて。なに、これが慌てずにいられるか。わしの牛が丸焼けになっとるそうでねえか。牛ならあそこにピンピンしとるがの。しげぞうに一杯食わされたんでねえの。こうしてしげぞうは子供の頃から嘘ばっかりついて村中を騒がせておった。じゃが不思議とこの男を憎むものはなかった。そればかりか、村人たちは今日はしげぞうがどんな嘘をつくじゃろうかと毎日毎日楽しみにしておった。それから長い年月がたって、しげぞうも大人になった。村人たちはこの頃しげぞうのことを嘘しげと呼ぶようになっておった。ところが、しげぞうは村人たちがあんまり自分の嘘を楽しみにしているので、今度は一体どんな嘘をついて喜ばせてやろうかと、夜もろくろく寝ないで考え込んでおったので、とうとう疲れがたまって寝込んでしもうた。しげぞうのやつ、この頃さっぱり顔を見せねえがどうかしたんだべかな。本当に病気になったんでねえか。それならこれからしげぞうのうちに行ってみるべえよ。村人たちは心配になってしげぞうの家へ見舞いに行った。おらたちがあんまり嘘ばっかりつかせるこんな姿になってしまっただなんとかならねえか。もう手遅れだ、死んじまってる。
かわいそうにな。村人たちは重蔵のために村一番の葬式を出してやった。嘘しげ、見れ、こんなに香典が集まったぞ。立派な墓を建ててやっからな。おら墓なんぞいらねえ、それより香典くれ。また騙された。そんな折、隣村ではお寺の本堂を新築するとかで、世話役たちがお伏せの催促にこの村にもやってきた。あしらに何か用で？あんた方はまだお寺のお伏せをしとらんじゃろう。何しろいろいろいるようなもんで。そんなことそっちで勝手に決められても。いや、これはお寺さんの方で決めたもんで。お寺さんの方で決めたもんなら、なんとかせにゃならんわの。2、3日のうちに必ずお願いしますよ。もしどうしてもできん場合は、田や畑を売ってでもお願いしますよ。ところでこの話を聞いた重蔵は、何を思ったか、いそいそと隣村へと出かけていった。隣村に住む重蔵というもんで。へえ、それで何の用？うちにある松の木を牛の木用に献上したいと思いまして。牛の木というのは天井の梁にあたる重要な木のことなのじゃった。いや、これはこれはご奇特な。あなた様のような新人の熱い方はきっと仏様の熱いご利益がございますよ。善は急げと、早速次の日世話役たちは荷車を引っ張ってやってきた。早速ですが、お約束の牛の木を頂戴に上がりました。お、これはこれは遠いところご苦労さん。あんまり大きくないので恥ずかしいのですが、まあ気は心とか。はあ、深く感謝しております。ところで牛の木は？お、そうでした。そこにこけておりますんで、どれでも好きなの持ってってください。どこにもありませんが。ん？まさかこの薪？その薪ですよ。こんなちっぽけなものが、この大嘘つきめが。わしのあだ名は嘘しげと言いましてな、このあたりではちょっと長通っております。隣村までは聞こえておりませんでしたかな。それにしても驚いた。アフラシュって怒る気にもなれん。まったく。うまくいったぞ。さすが嘘しげじゃ。何それほどでも。それからも重蔵は嘘をつきながら村人たちを楽しませておった。じゃがさすがの重蔵も夜年並みにだけはどうしても勝てんかった。嘘を突き通して迷惑かけた。死ぬ前に一つだけ言い残しておきたいことがある。それは何じゃ？言うてみ、何でも聞いてやるぞ。床下に壺が入れてある。その中に金が入れてあるから、酒や魚を置こうってにぎやかにやってくれ。それじゃあな。ありゃあ、ほんとじゃ。嘘しげのやつ初めて本当のことを言ったぞ。どうじゃみんな、嘘しげのやつ初めて本当のことを言ったのじゃから、今夜はパーッとにぎやかに行こうじゃねえか。そうじゃ、それがええ、それがええ。どれどれ。どうしただ？
中にはこの紙切れだけ。何か書いてあるぞ。嘘の言いじまい。おや！やったやった。こうして茂蔵は死ぬまで嘘を突き通した。一つことに徹した男の生涯じゃった。